はい、皆さんこんにちは、牛太郎ジュニアです。なんかジュニア君大きくなった、こうやって見たらなんか大きくなったような感じがするけどね。あんまりこっちから見ないから、なんか顔も凛々しくなったような気がするね。さあ今日はジュニア君からお知らせがあります。最近ショート動画をね、たくさん上げ始めましたので、ぜひ皆さんそちらもチェックしてみてください。これからどんどんショート動画も上げていきます。お見逃しのないようにぜひお願いします。そしてもう一つ、春休みのスケジュールについてお知らせしますよ。いいですか、ジュニア君ちょっと暇そうなんで。ラムネでも食べますか。ラムネどうぞどうぞ。4月じゃねえや、3月23日、富士グラン秋、そして3月24日コムズ朝パークで、それが終わりましたら移動しまして、3月25から29まで阿蘇サルマー刺激場に出張出演します。ジュニア君、1年前か2年前かのお正月ぶりですね。頑張ってくださいっていうか頑張りましょうね。ぜひ九州の皆さん応援に来てください。で29、舞台が終わったら広島にまた移動します。でコムズ朝パークね、そして3月31日、ここはね、午前と午後に分かれて日へお邪魔します。また日へはね、ちょっともう一回確認してスケジュールお伝えします。4月に入りまして、4月1日2日富士グラン秋、なんかジュニ君喋んないね。喉の調子悪い、喉の調子が。じゃあジュニア君がいつもね、喉の調子を整えるこれときますか。龍角散の喉すっきり飴、ロイヤルゼリー入りでございます。いいやつですよジュニア君ね。イエイイエイイエイ、ガッツポーズガッツポーズ、いっときますかね。これでしっかり喉を整えてしっかり喋ってくださいよ。いいですか、喋んねえな。さあそしてどこまで行った。いや1日2日が富士グラン秋、そして4月3日またコムズ朝パークですね。で4月4日ここも午前午後で、日へね。で4月5、6、7、富士グラン神鍋福山ですね。ぜひ皆様応援よろしくお願いします。ジュニア君美味しいですか。良かったですね。23日から出張ですよ、頑張ろうね。 OK? OK ですか。バイバイ。お、なんかかっこいい。なんかかっこいいな、その格好。バイバーイ。ジュニアでした。